アバンストラッシュ。はい、どうぞ、もちゃのです。今回ですね、さあ、大の大冒険クロスブレイド第2弾がね、本日の12月の24日から稼働開始ということで、こちらね、初日連呼していきたいと思います。で、これがね、今回のカードのラインナップなんですが、シークレットレアだけ載ってないんだよね。ただし、シクレってなんか今回3種類あるらしくて、まあ、いつものごとく敵キャラクターが3種類ラインナップされてるらしくて、まあ一番狙いとしてはまあその3種類のうちのどれかなんだけど、その次の狙いとしては、自分ダイが好きだから、この主人公のギガレアとドラゴンレア、これが欲しい。で、特にギガレアの方のダイがね、これ、アバンスラッシュやってるところでさ、めちゃくちゃかっこいいんだよね、これ。で、その次に、マルティナっていうドラゴンクエスト11のキャラクターね。まあこれが欲しいかな。で、あとドラゴンレアの中のね、このキラーマシン2っていうキャラクターがいて、まあ自分キラーマシン系大好きなので、ちょっとここら辺も狙っていきたい。はい、あとは今回の目玉キャラクター、ヒュンケル。まあヒュンケルもちょっと欲しいかな。はい、そんな感じで早速連呼していきたいと思います。さあ、それでは早速連呼していきましょうか。うわぁ、久しぶり。お、ドラキ。最先いいんじゃない？なんかドラゴンクエストイコールこうスライム、ドラキ、ゴーレムって感じがする。なんかその3体って誰でも知ってるよね。さあ2投目、はい、骸骨。まあレアカードだね。ああ、笑い袋。まあこれもレアだね、多分。さあ魔獣の爪。なんかどんどんアイテムゲットできてるね。これ強いのかな。ああ、トムレロで、自分大の大冒険ね、今放送されてる大の大冒険アニメでもね、今結構見てるんだけど、あれすごい面白いね。キラーマシンテムジンだっけ、こうさ、魔王がいなくなったことでキラーマシンがその活動を停止して、で、キラーマシンにそのなんか悪い賢者が乗ったさ、キラーマシンテムジンっていうバージョンが出たんだよ。あれがかっこよくてさ、なんか最初のボスキャラクターみたいな感じでね、あれ良かったんだよ。さあ、未だにスーパーレアみたいなやつから出てないんですけど、大丈夫でしょうか。あんまり出る、お、何レアだっけこれ。スーパーレアみたいなやつ出ました。はい、キラーアーマー。でもなんかこのゲーム結構さ、いろんな種族っていうか、このキラーアーマーだったら前衛っていう、なんかそのね、属性みたいなやつがあるんだけど、それ結構集めるの大事だよね。お、待って、え、めっちゃ嬉しい。待って、出た、ダイ出た、かっこいい。やっと、待って、狙ってたやつ出た。え、めっちゃ嬉しい。やった、嬉しい、かっこよ。性能がね、3から5ラウンドの自分ターンにブレイブインパクト速度を遅くする。ブレイブインパクトが、パーフェクトだと必殺ダメージショーアップ。あ、っていうことで、かなり使いやすそうな性能だよね。あ、やべえ、なにこれ。マジで、ボーンファイターによく2回連続で出たんだけど。なんか、ボーンファイター大好きな実況者さんいるよね。ゆっくり実況者の人、あの人結構見てんだよね。で、黒堀さ、あんまり知識がないから、ちょっとああいう紹介はね、めちゃめちゃ助かります。さあ、もうちょっとで3000溶ける。でも嬉しいな、大。HP1960 結構強いんじゃない？おー、キラーパンサー。キラーパンサー可愛いよね。これも好きなキャラなんだよね。ドラゴンクエストの5が自分一番好きなんですけど、ドラゴンクエストの5にね、そのゲレゲレっていう、まあ主人公の相方みたいなね、モンスターがいるんだけど、まあそれがキラーパンサーで、最初ベビーパンサーの状態で、レルール城の近くの村でいじめられてたんだよ。で、そのいじめられたところを主人公とビアンカが助けて、で、そこから仲間になるみたいな。で、一回ゲマの石化食らった後にさ、花嫁までになっちゃうんだよ。で、ゲマは、ボロンゴは、なんか別に放置してても、そのうち魔物の血が目覚めるから問題ないとか言って、放置したんだけど、まあそれがあだとなって、返り討ちになる。はい、とりあえず今ね、3000連呼してみたんだけど、こんな感じになりました。はい。まあまあ、大半コモンレアで、スーパーレアが3枚。あ、2枚だ、2枚。ブリザードキラーマンが出て、これね。まあ、大のドラゴンレアが出たんで、ちょっとこれ嬉しかったね。うん、これ嬉しい。普通に大狙ってたからさ、ドラゴンレアの大出てくれて、これ良かったな。めっちゃかっこよくないですか？
これね。まあこの調子でギガレアも欲しいね。シークレットレアは果たしてね。おっ待って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 、嘘でしょ。え、ヒロノシン2出た。え、いやマジで言ってくは、え待って待って待って、ヒロノシン22枚出たんだけど、そんなことある、やばくね、マジで言ってんの。あ、2枚はいらない2枚出たんだけど、嘘でしょ。いやいやいや、狙ってたけれども、あれこのゲームってさ、同じカード2枚って使えたっけ。まあまあいいやいいや、とりあえずいいや、やったキラノシン22枚出ると思わなかった。そんなことある、やばいでしょ。やばー、かっこよー、キラノシン2めちゃくちゃかっこいいんだけど、これやっぱキラーマシン最高。もうね、本当にこのドラゴンクエストのキラーマシン系はね、だいたい外れがない。まあキラーマシン3だけはちょっとあんまりかっこよくないけど、スーパーキラーマシンとかさ、キラーマジンガ、あそこら辺とか最高じゃない。でキラーマジンガも多分そのうちしてると思うけど、まあ一番はやっぱりね、初期型のキラーマシンが好きかな。だからさ、そのうちテムジンじゃなくてさ、普通のキラーマシン出ないかな。なんこれ、お、かわいい、スライム、スライム、めちゃくちゃかわいいスライム出たんだけど、何なんかさ、すごいコミカルじゃないこれ、アニメ版スライムみたいな感じだね。お、やった、マーム、マームもいいね、この子もかわいいよね。で、まあ狙ってはなかったけど、あー、フシエのダメージ集アップ、まあ、なんか使い道は全然ありそうだね。はい、とりあえずね、連続で今ちょっと買ったんだけど、なんか出たの、なんか出た、ギラギラしてるやつが出てる。いきます、トンブレロ、ガイコス、オーク、お、スライム、ピキー、人面獣、クサッとしたい、スライムナイト、あ、かっこいいなこれ、トップのノーマルカードだね。はい、ボロンゴ、お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 、カミュー出た、カミュー、よっと、ドラゴンクエスト11のカミュー出ました。あー、やった、ギガレアだ、やった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 、嬉しい。はい、まあギガレアの中ではそんなには狙ってなかったけど、ちょっと後で性能見ていこうか、で終わりかな。はい、ということでカミュー出ました。性能がね、不思議な力、敵潮流へのダメージ集アップ、盗賊本能、3から4ラウンドの自分ターン終了時、一番近い敵の投機ゲージを少し奪う。あー、まあ盗賊だからね、こう奪うっていう新しい表現だね。はい、素早さが高いですね、これ1360っていう感じで、どうなのこれは、当たりなのかな。ちょっとそんなに自分台詳しい方じゃないからわかんないけど、まあとりあえず台の大冒険なのにドラゴンクエスト11の神を引きましたさあ、それじゃあね、今ちょっと両替してきました。さあ、これを全部溶かしたら、ちょうど1万円になります。なので、まあまあまあ、もう一枚ちょっとギガレアをね、欲しいなと言ったところで、この残り、だいたい3000円ぐらいで、ギガレアが出ればいい感じかな。で、もしくはシークレットレアね。多分出ないと思うけど、シークレットレアが出たら最高。でもさ、どうなんだろう。UR みたいなやつが1枚出てるから、普通にね、当たりだと思うんだけどね。ヒーローズでもさ、7000円連呼しても、UR 出ないときは出ないから。まあ、あとはこのカミューがどれぐらい強いかだね。まあ、最新弾のギガレアだから強いとは思うけど。おっ、ポップ出た、ポップ。はい。かっこいいじゃん。まあ、ドラゴンレアだね、これはね。いや、最近のキャラやっぱりステータス高いな。はい。ドラゴンレアはね、裏面が黄色いっていうか、まあ、金色だから分かりやすいね。はい。目閉じてるよ。目を閉じているポップちゃん。かわいいな。すっ。あー、からのポップ。お、ダイのね、ノーマル出た。いいね。ダイだったら大体嬉しいな。お、びっくりした。SR。なんか裏面黒いとびっくりする。ヒーローズのさ、あれじゃん。裏面が黒いと、シークレットレアじゃん。あ、それのなんか余波が残ってる。どうしよう。1万円じゃ出ないか、さすがに。ちょっと1万円は舐めてたね、正直。なんかさ、シークレットレア、まあ出すまでにヒーローズって2万円ぐらいかかるじゃん。って考えると、この1万円溶かして出なかったら、ちょっと考える。
確かにそうだよね。ヒーローズもさ、しくれ出すまでに2万、3万円とかかかるときはかかるからね。あー、ちょっと甘かったかな。甘かった気がする。いやでもね、いいんだよ。自分は大のギガリアさえ出ればそれでいいんだ。お、またなんか出たよ。はい、煉獄天魔。まあ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 、SR でもね、全然強いやつは強いから。あ、これ強い、これ強い、これ強い。1から4ラウンド開始時、素早さをチューアップ。すごくない？1から4ラウンドだよ。やばくね？普通に強い気がするんだけど。あー、で、ギガントドラゴンの SR。 はい、ギガドラはね、そんなに好きじゃないんだけど、まあ、ドラゴンクエストのモンスターバトルロードでは結構お世話になりました、こちら。やばい、全然出ない、全然出ないよ。でもね、さっきからね、アイテムはめちゃくちゃ出てんだよね。これ言ってないけどさ、アイテムはめちゃくちゃ出てる。すごいよ、これレベルもめちゃくちゃ上がってたんだけど。あと武器がさ、被るとなんか武器レベルみたいなやつがあって、それがどん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 上がってんだよ。あー、ヒュンケルの盾とかいうやつが出ました。はい、なんかちょっとレアそうだね。また一緒に戦いましょう。はい、とりあえず今ね、1万円使ってみての結果こんな感じでした。はい、まあギガレアがカミューだけという結構悲しい結果なんですが、まあまあこれが出てるだけでも結構嬉しいかな。で、キラーマシーン2、これ狙ってたやつ2枚出たから、あと1枚あれば3ポケできるねっていう感じで。お、びっくりした、びっくりした。まあもうちょっと連呼していきたい。で、今ね、ちょっと3000円またね両替してきたから、まあこれで13000円。あ、お、クロコダイン出た。よっと、クロコダイン出た。これも結構好きなんだよ。え、マジ？またポップ出たよ。いやでもまだ自分は諦めない。まだギガリア1枚しか出てないもん。多分ね、自分の予想だけど、ギガリアは2万円やれば3枚ぐらい出るはず。じゃあ上限2枚にしよっか。あの、ダイそんなにガチでやってるわけじゃないからさ、まあ張って2万円かな。とりあえずクロコダイの性能見ていきましょう。はい、カードのイラストがこんな感じです。めちゃくちゃかっこいいね。うん、ドラゴンレアって言ってもめちゃくちゃかっこいいですよ、これ。で、ステータスの方が HP が2000で、攻撃力が1440っていうね、この2つがまあズバ抜けて高い。で、アビリティが、HP 30% 未満になると攻撃がチューアップ、さらに敵、表炎へのダメージチューアップ。普通に 30% 未満って難しい気がするんだけど、そうでもない。まあ、HP がこれね、元から2000あるから、そこは結構発動しやすいのかもしれないけど、まあ自分そんなに上手くないから、ちょっと HP 30% 未満にしてる間にやられちゃいそうな、感じがありますが、まあパーフェクトガードとかうまく取ってね、まあそこは調整するんだろうね。はい、あ、待って、これあれ出たよ。はい、グラス出ました。はい、じゃあそれじゃあね、1万4000円溶かしての排出結果です。はい、あれから、1万円終わってから4000円ね。はい、お、マームかわいい。え、やっぱりこれかわいくない？ね、マームの新衣装めちゃくちゃかわいいんだけど。はい、キラーパンサー、骸骨、ボンファイター、メトロゴースト、キメラ。いや、嫌な予感しかしない。あー、なんか出たし、なにこれ。ザボエラ、魔王軍じゃないのこれ。なにこれ。敵光のガードルーレットのグレートマスを中断、敵の台の攻撃では狭くせん、限定的だな。まあいいや、強ければいいけどさ、どうなのこれ、強いのね。ポップ3枚目じゃん、やばくない？そんな出ることある？え、で終わり？え、終わったし、ポップ3枚目なんだけど、やばー、そんな出る？でもこれまだギガリア出てないよね。じゃあもうちょっとだけ連呼しようか。頼む、そろそろマジでもう1枚ギガリアを、俺にギガリアをくれ、来い。全然ギガってないね。ギガリアの気配がないと。もうやばいよこれ、ちょっと沼ってるよ。もうやばいな、ほんとドラクエってなるとマジ使っちゃうよね。ほんと自分のさ、
あ、やった、騎士の指輪出た。自分のね、性質なんだけど、ドラクエとドラゴン、いやー、スーパーレアだった。ドラクエとドラゴンボールになると使っちゃうんだよ、これ、本当に。だからもう課金してさ、例えばドラゴンボールレジェンドの苦手の極意気出しとか、スーパーサイジン、ゴッドスーパーサイジンのボジータを引くためだったら2万円、3万円使ってもいいみたいな人も絶対いるでしょ。いやー、それにしても出ない、やばい。こんな出ないことあんだ。これは大選びをしくったかな。大選び、ワンチャンしくったぞ、これ。またザボエラ出た。マジいらない。いや、ごめん、ザボエラ好きには申し訳ない、ザボエラ好きには申し訳ないけどさ、いらねんだ。はい、ダイくん出ました。ダイかわいい。え、すごい、これスーパーレアなのにライデイン使えよ。お、来たー、来たー、待って、やっと出た。え、しかも狙ってたやつだ、超嬉しい。バルティナのギガレア出ました。来たー、どうしよう、これやめた方がいいかな。待って待って、めっちゃ嬉しい。どうしよう、やめちゃおうかな、ここで。ぶっちゃけもう自分的にはここで一回引いた方がいいのか、もしくは、まあ多分これ両シリンダーあるじゃん、もう片方のギガレアを狙うか、ちょっと悩んでます。はい、とりあえず性能、2ラウンド目の自分ターンに攻撃量が広くなる、2、3ラウンド開始時敵の潮流の素早さ中ダウンということで、まあ敵に潮流が出てくるステージであれば、まあまあ刺さるのかな。だからまあその潮流ステージに難しいところが今後出てくれば、もしくはあるかもしれないから、そういうところで使ったらいいのかなって思います。はい、いや、あとはこのマルティナさんのね、この可愛らしいね、この見てくださいよ、これ。はい、これもドラゴンクエストの11のキャラクターで、まあマルティナっていうね、まあ女の子キャラで、はい、これね、先行公開された時からちょっとこれ欲しいなって思ってたんだよね。で、まあまあ出すことができたので一応嬉しかったかな。はい、ということで、はい、これは爆死なのかな、ちょっとどうなんだろう。1万何千円ぐらいだろう、1万5千円から1万6千円で、開始結果がこんな感じです。はい、ギガリアがまさかまさかの大の大冒険じゃなくて、イレブンのキャラが2枚っていうね。で、ザボエラが確か2枚のキラーマシン2も2枚で、ダイくんのね、はい、ドラゴンレア、これも出ました。これが一番嬉しいかも。で、ポップが3枚。ポップそんなにいらないんだけど、だったら第3枚欲しかった。で、クロコダインが1枚という感じで、これも嬉しかったです。銃を追攻撃。ごめん、あのさ、動画今回しなくて、で、その間にちょっと連呼したんだよ、試しにね。したら、事件が起きた。これね、マジで言ってんの。え、これシクレでしょ、じゃじゃーん、シクレでしょ、これ。え、ぐー、マジ呪われし、マルティナやばい。え、だってさ、これやばいよ、星の色が灰色だもん。初めて見た。あの、タイでシークレットレア持ってないんだよ、1枚もね。で、前のハザーと竜王も出なかったし、買ってないから、あの、ダイのカードで全然買わないんだよ。だから、配置だけで頑張ってたからさ、全然出なかったんだよ、シクレが。で、今回のダンで初シークレット、マルティナ、やばい。え、これめっちゃいい。まあ、大体、合計金額が1万8000円目ぐらいかな。で、マルティナ出ました。はい、こんな感じです。いや、めちゃくちゃいいな、これイラスト神じゃん、イラスト神。めちゃくちゃ可愛いんだけど、これほら、やばくない。え、待って、バニーガール、何これ、バニーガール。衣装がさ、完全にもうバニーガール衣装のマルティナさん出ました。セクシーショットマン、素早さ1380。え、待って、性能は、妖艶な踊り、3から5ラウンドの自分ターン、味方暗黒のガードルーレット速度を遅くする、2ラウンド目の相手ターンに敵光の攻撃大ダウン。あー、なるほどね、相手が光のステージだったりとか、あとは暗黒デッキだね、もう属性を暗黒で縛った時に、その暗黒属性のガードルーレット速度がダウンするから、パーフェクトガードが狙いやすくなる、多分そうだよね。
ていう感じで性能もかなりいいんじゃないでしょうか。はい、ということで初シークレットはまさかのマルティナさんっていう。え、やばくね今回さ。え、さっきもマルティナ出て UR じゃないや、ギガレアとシークレットレアでマルティナ揃えました。こんなことある？さあ、あれからさらに30連してみました。これでちょうど200枚です。なので全部で200連での、まあ、最終結果だね。これも可愛いね。ライは無条件で嬉しいな。はい、さあさあ、あ、そろそろじゃない？スライムと来て、はいはい、とじゃじゃん、ヒュンケルのドラゴンレア引きました。さあ、これねかなり強いと思う。まずステータスが高くて HP1980、 攻撃1330で、防御も1230。さらに魔剣の守りで呪文ダメージを中軽減で、さらには憎悪の念、毎ラウンド終了時味方不死の HP を中回復と。これ強いでしょ、絶対強い。え、だってさ、そもそも呪文が、まあ、原作通り効かないで、それにプラスアルファで、不死の HP が毎ラウンド終了時に中回復するって、まあかなり耐久力にね優れたような、まあ、長期戦に向いているような一枚ですね。だから同じその不死で構成して他のキャラクターで火力を出してあげればいい感じかもね。まあ攻撃力もこれ1330で高いから、ブラッティースクライド、これのね火力も結構注目なんじゃないかなって思います。ということで、さあ今回はね、大の大冒険クロスブレード第2弾の方を初日から200連呼させていただきました。出たカードとしてはまず一番大当たりはこれでしょう。はい、呪われしマルティナっていうね、まあ自分イレブンそんなに詳しくないんだけど、ゼシカみたいな感じ、呪われしゼシカもこんな感じだったよね。で、まあこれシークレットレアでしょ。で、マルティナのギガレア、はい、これも引きました。さらにはカミュ、そしてマームちゃんのね、はい、ここからドラゴンレアになります。はい、これも可愛いよね。うん、これも可愛いと思う。めちゃくちゃいいわこれ、ちょっとマーム好きだな。で、ザボエラ、キラーマシン2が2枚、ダイくん、ドラゴンレア、あるのポップくん、はい、ポップ3枚出ました。これはちょっとね、愛されてるのか何なのか分かんないけど。で、ザボエラが2枚だね。で、クロコダインとヒュンケルというね、はい、で、ヒュンケルが、昔ゲニュー特戦隊のね、ゲニュー対象の声っていうね。さあ、2万円でこの結果はどうだったんだろうね。まあ個人的にシークレットレアがね初めて引けたっていうので、これちょっと大事にねこれから使っていこうと思います。まあちょっと使ってみた動画とか出してみたいな、これ。ということで、この動画が面白かったという方はチャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。で、この後にマルティナの使ってみた動画をね出したいと思いますので、そちらもぜひご覧くださいませ。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。